総除寺川より見る総除寺踏切とは、かつて横浜市鶴見区にあった踏切。JR 東日本東海道本線鶴見駅と新小安駅の間に設置されており、種別は第一志向踏切である。かねてから時間を区切った通行規制がなされていたが、2012年4月1日6時をもって完全に廃止された。朝夕のラッシュを除く日中でも5分近く。 締まり続けることが多く、開かずの踏切として有名であった。線路11本をまたぐことから、日本にある踏切の中ではかなり長い距離であるため、保安係が常駐しており、横断途中で止まった利用者に対して、早く渡るよう口頭で促すほか、遮断機が降りる最中であっても横断が終了するまでは振り切らないように調整していた。また、線形は、 曲線の途上にあることから関東による路面凸凹があるほか、横断する車両がバウンドしながら通行することでも知られていた。隣接して歩行者、二輪車用の古戦橋があり、バリアフリーの観点からエレベーターが設置されていた。その後、2010年4月1日より6時から10時と16時から21時に、2011年4月1日より6時から21時は、 閉鎖され通行止めとなったが、通行止めの時間帯も、遮断機や警報器は機能していた。踏切の東側に、京浜急行電鉄本線、西側に JR 鶴見線もそれぞれ高架で通過しており、過去には京急が1978年まで地上を走行していたことから別途、踏切が設置されていた。なお、踏切真上に位置する鶴見線の高架部分には、 1942年に廃止された元山駅のホーム跡が残されており、古戦橋から望むことができる。また、京急も1944年まで同線に当時あった踏切の南側に総寺寺駅を設置していた。総持寺、東寺尾川より記述する。また、便宜上、左が新小安方面、右が鶴見方面として記述する。矢印は、 列車の走行方向を表す。ありがとうございます。